つぬが嵐とは、日本書紀に伝わる古代朝鮮の人物で、唐国王の息子であるという。日本書紀では、つぬが嵐と、た文献では、とどがあらかくとめ、とど何嵐とめ、とやつか嵐と王とも表記される。また、日本書紀では別名を、うかく、きやりしつさとしかんきとする。一富とみ国の王子で、地名、つるがの由来の人物と言われる。日本書紀では、 水人天皇二年上の文中として二つの書伝が記載されている。一つ目として、水人天皇の時、額に角の生えた綱荒人が船で、アナトから、出雲国を経て、ケヒウラに来着したという。そして、これが、角鹿の語源であるとしている。また、第十一代水人天皇は、綱荒人が帰国する時先代、水人天皇の意味なである。 ミマナを国名にするよう見事と乗りし、赤犬を貸しした。ところが、白木人がこれを聞きつけて、兵を挙げ、それをすべて奪ってしまった。このことで、その後の白木とミマナは、不安になったという。一運名を持ったかおりきゅうあらここら返しを本土。ゆえ、高層の国いい、いいよいよ、マナ国、そのぜの縁なり。おぜ、荒心の主初級赤犬。 喰らう土の都国軍府。白木人危機の、騎兵至りの、皆脱その赤犬。ゼ日国あゆらみの、しなり。水人天皇記二つ目の書伝では、あらここらが国にある時、気牛の代償として得た白石が美しい道女と化した、ため、あらここらは合わせをしようとした。すると道女はあらここらの元を去って、日本に行き、南波並びに、 報告の国全軍の姫御祖者の神になったという。なお二つ目の書伝の関連伝承が、古事記の雨の日母子、赤竜姫神説話や、摂津国風土記一文に見える。新先生史録では、次の氏族が光栄として記載されている。姫元祖神蛇名の、つぬがについては、白木の最高官位、ジョドルカンを訓読みしたことに由来するとする説があり、またこの、 つぬがが添して、地名、つるがが生まれたとも言われる。また、嵐ととは、朝鮮語の朝都市に見えるように、白木、かやにおける基人への継承と考えられている。つるがには、式内者として白木神社、新路、高彦神社といった、白木系の神社も分布しており、つぬが嵐との名やその説話と合わせ、朝鮮半島南部から、つるが周辺への相次ぐ、 トライ人の来訪と定着が示唆される。ただしその書伝に関しては、説話の時期、内容の類似性から、そなかつしちと同一視する説がある。また、二つ目の書伝に見える、姫子祖社のうち、南場の社は姫本祖神社、報告の国全軍の社は、姫子祖社に否定される。この二つ目の書伝は、雨の日ぼこ伝説と、同古遺局とされ、 同一の神に関する伝承と見られている。雨の彦ヒの名称自体、上述の、ツムガとの日本名になるとする指摘もある。そしてこれらの伝説において雨の彦ヒは、白木王子、ツムガ氏とは大から王子とされているが、これは、朝鮮由来のシゲル人伝承が、日本側で、特定の国に割り当てられたに過ぎないとされる。ツム神社義秘神宮の社殿では、 つぬが嵐とは、つるがの統治を認じられたとする。また、紀比神宮系大拙者のつぬが神社は、そのまんどころ跡であるとし、現在はつぬが嵐とが祭人とされている。ありがとうございます。